はい、野口です。今回ご紹介しますのはこちら。買いました。ハーウェイの Nova 5T。 これ開封していこうと思います。よっしゃ、レッツゴー。野口ーム。そしたら、このですね、Nova 5T ですね、開けていきますよ。よし、おお、ドーン。今回は、LINE モバイルをですね、子供で契約をして、それで、かつ、おわ、いやいやいやいもう、もう、どん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 上げちゃいます。よいしょ。うわ、ほら、シール。もうこういうシール、もうすぐ野口取ってあります。で、はい、こちら、もうちょっと進んでいくね。ですね。あ、そう。ハーウェイはですね、こういったケースも付いてます。でも、ケースはちょっと別買いをしました。はい、中身ですね。こんな形です。ケースですね。ハーウェイ、ケースが付いてるのがありがたい。で、イヤホン、そして、バッテリー。で、これもう かなり早いんです。急速充電が今回できるやつですね。で、こちら。おー、かっこいいわ。で、このブルーをですね。まおちゃん、ワンパクついてる。買っちゃいましたんで。よし、これちょっとですね、設定今からやっていきます。いきましょう。電源を入れましたですね。必ずハーウェイでこういう風にハーウェイと出ます。うわ、しかしほら、このぶっといレンズ、今私が使ってるのはハーウェイの P30 ライトなんですけれども、それよりやっぱカメラがすごく大きくなってますね。で、メモリーがですね、8で、容量の方が128ありますから、もうとてもいい。で、しかもこれ安いです。4万5、6千円台で買えますので、すごい、この性能でこの勢い。よし、じゃあ、もう、あれ、はい、LINE モバイルで買うともう設定されてます。マジか。で、ですね、こうカメラ、私が、やっぱ YouTube 撮らなきゃいけませんので、あ、バイバイ。カメラですね。あ、ほぼほぼ一緒ですね。ほう、ほうほう、ほうほう。あ、しかし、あ、いいです。私いつもこうやってですね、撮って、こうやってして、こう食べる動画をよく撮るんですけれども、お、おー、あ、いい感じ。超嬉しいです。でも、設定されてるっていうところが、まあ、LINE モバイルさんで買うと、そういった形になってます。で、もう SIM 入ってるみたいなんで、そういった状況です。お、もうかけれるのかな。あ、はい、この設定、 Android でぜひとも皆さんやっていただきたい、ものがあります。それがですね、この端末設定っていうので、このビルド番号を連打します。そうするとですね、これでディベロッパーモード、要は開発者モードになります。で、こう開発者モードになりますと、項目で、どこだろう、開発者モード。あ、これですね、開発者向けモード。今こういう風に押すと、ちょっとアニメーション、グワッっていうような感じがあるんですけれども、ぜひやっていただきたいのは、このアニメーションをですね、オフにすることで、これですね、ウィンドウのスケールアニメーション、これをオフにすることで、全部開き方がですね、もうパッパパッパパッパ開きます。いきますね。ほら、もうパッ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 。もうこれするだけで、ニュルン、ニュルン、ニュルンっていうあの動き、私大嫌いで、この開発者モード、もう一回教えますね。端末。で、ビルドモード、ビルド番号。これ連打すると、このディベロッパーモードはすでになってます。こう、出ます。で、今度、アンドロイド絶対どれでもあるので、そして、開発者向けオプションの方に行っていただいて、この中の、アニメーション、これですね。アニメーションウィンドウ。今、これ1とか2になっていると、ニュルン、ニュルンってなるのが、もう全然これオフにすることで、パッ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 、もうほら、パッ、パッ、もうこれだけで、時間の削減できますので、これ、おすすめでーす。はい、一通り設定終わりました。で、もうあとはもう、これ使うだけですので、今後動画をですね、こうやって、カメラ撮りながら、食べるときはね、こんな風にして、つけて、この
けて、撮っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。